ね、そうですね。プレビューとか、ね、まあこれ制作途中のね、まあ次のものを皆さんに見ていただきたいなと思いまして持ってまいりました。機材からね。はい。はい。動いてる、はい。動いてる。はい。どうだ。音は、キャラクターなんですけども、近接クオリティと遠距離っていうのを使い分けることができるキャラクターになってますので、ね、蹴ったりですね。走ってる。あ、壁を登れるんだ。で、走ってですね、壁を登るっていうのがアクションです。どこに行っても自由に、そうですね、はい、自由に走り回れるんで、照準とかで自動ですか？これはね、ロックオンボタンがあります。あ、はい、それで狙いを定めてね、打っていきます。喋らなあきませんね。いや、全然集中してますよ。だってこれ初公開じゃないですか。そうなんですよ。ちょっとね、生放送なのでちょっと緊張しておりますが、これもう本当に世界初公開ですよね。そうですね、はい、世界初公開という形になってますよね。なんかコントロールですか、これ。あれ、距離です。距離、あ、距離があるんで、わかりやすいですね。なんか近づくにつれてちゃんと距離が出てる。かなりですね、アクションの方もですね、軽快なアクションになってますので、はい、まあ、もう本当にダッシュの名前の通りね、思いっきり街中走り回れるようになってます。みんなが支持してるダッシュの良さが残ってますね。そうですね、はい、でまずですね、これ実はですね、まあ、ユーザーさんとですね、まあ、開発していくという形でですね、まあ、ゲームの方をですね、まあ、早めにちょっと見せたいというふうにですね、まあ、かなりこう開発の初期段階のことではあるんですけど、まあ、これからね、いろいろこう進化ブラッシュアップあると思うんですけど、これを見ていただいて、またちょっと皆さんに意見をいただいて、そうですね、ここからまたですね、新たにというところも、できたらなというふうに思います。うん、これを見てですね、なんか新しいアイデアとかですね、あるいは希望とかあったらじゃんじゃんとかね、メールとかしましょうよ、コメントとか。それが本当にこのゲームを良くしていくということになりますので、うん、はい、あ、お寿司屋さんある。へー、寿司食いね。まあ、今のはちょっとファンの皆様にはおなじみのキャラクターだったんで、お見せしておきたいなぁと。今回すごいですよ、シャルクルス。ファンの皆さん、シャルクルスすごいですよ。あえて深くは触れませんが、なんかね、やけにね、力が入ってるんですよ、シャルクルス。思い出が強いっていうのが。そうなんですよ。今回ね、四つん這いになってガタ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 ってね、覚えができますから。すごいですね。はい、ま、他のミッションとかももしかしたらお見せいただけるんですか？はい、そうですね。はい、あ、もう少しですね、別のところの、はい、お見せたい。